こんにちは。皆さん、すごく聞きたいことがあるんですが、夏休み明けテストってございますか？まあ、多分ほとんどあると思うんですよ。お疲れ様です。まあ、ということで、いや、課題はね、家庭科以外は全て終わりました。まあ、家庭科も今度パパの会社行ってやるので、まあ、それはいいんですけど、夏休み明けテストのテスト勉強って皆さんしてますか？多分してない方が多いのではないのかな？ちょっと忘れかけてるよね、テストのことね。ということで、まあ、勉強しようと思うんだけど、今日は、いつもよりやる気が出ておりません。なんかやる気ある日とやる気ない日の差がすごくて、今日はやる気ない日なんですよ。でも一応バイトあるんで、バイト終わりに勉強はちょっと嫌なんで、バイト始まる前までやろうかなと思うんですけど、とりあえずやっていきたいと思います。まずはちょっと一旦暑いので、私の部屋じゃなくて、このいつも撮影してリビングでやろうと思います。一つこんな感じでやっていきます。どう、皆さんは勉強進んでますか？で、課題終わりましたか？私、夏休み明けテストが国語、数学、英語で、今数学やってます。まあ、数学は結構簡単めの問題が多いので、まあ今回は基本的には英語かな、頑張ろうかなと思います。数学はパソコンでやったの。なんかパソコンで書いて提出みたいななんだけど、その問題の中身はワークと一緒らしくてって感じなので、ワーク、課題出された場所と同じところを今やってるんですけど、とりあえず一周あともう少しで終わるので、それだけ終わらしたら次は、ちょっと英語はまあでもギリギリにやりたいので、まずは漢字かな。漢字も一周ぐらいやったら英語をやる感じにしようかなって思ってます。頑張んなきゃなって感じなんですけど、不安ですね。てか本当に集中できないか、あるよね、そういう日ね。これで合ってんのかっつー話だよ。私は今日は11時ぐらいに起きたんですよ。お昼食べて、その後にこのメイクとか髪まっすぐにしたりとかして今になるんですけど、嫌になっちゃうね。うまく集中ができません。場所変えていいですか？一旦部屋行ってみる。部屋エアコンして今あれなんで、ちょっと一旦部屋行ってみる。一旦行ってみる。もうやだよ、集中できないよ。見て、この前100均で買ったんよ。これね、ゴンちゃんって言うんだ。ちなみに本名はゴンザレス・サチコです。よろしくね。ってな感じで、場所変えてみる？ちょっとさ、どうせ戻ってくるだろうからさ、必要なものだけ持ってくね。こういう感じで持ってく。これとこれだけ持ってって、あとカメラ持ってけばいいか。じゃあ一旦部屋行ってみよう。はい、一応部屋に来てみましたよ。やってみますか。暑いな、部屋。なんかね、一回つけてみようか。私の部屋のエアコンね。わかる？このうるささ。工事現場みたいな音がするんさ。だから撮影の時とかつけられなくて、うるさいから。まあしょうがないって感じなんですけど、もうちょっとできそうな気がする。通学さ、わかると楽しいんだけどさ、わかんない時絶望的につまんないよね。あれなんでなの？なんか他もそうだよね。漢字とかもさ、わかればさ、スラスラ書けたらさ、楽しいやん。ワークとかやるにも、問題とかやるにも。わかんない。強烈につまんない。あれね、何なんだろうね。てか今日火曜日なんで、私バイト4時間半なんですよね。やばい、マジで。まあでも涼しいからいい。これで暑かったらちょっとしんどいけど、逆に
涼しすぎるぐらい涼しい。ごゆうかわかる、あのエアコンの真下のレジを担当することが多いから。ちょっと集中してできそうなので頑張りたいと思います。うん、違う、急や、ね、今現在の時刻が2時40分、約ここ来て30分ぐらい経ったんですけど、集中力途中まであったんですけど、なくなりました、集中力。こうなるとな、どうしよう、また場所変えてみる一回、またこれ荷物持って、よし、移動するべ。じゃじゃーん、なんとここ来ちゃいました。ちょっとこうやって勉強してみたいと思います。ちなみにここ私の部屋なんですけど、ここリビング、まあ違うな、キッチンの隣の机なんですけど、ここで勉強することあんまないんだけど、このちょっと暗くて申し訳ないね、暗いね、ちょっと暗くて申し訳ないんだけど、そっちがリビングなんだけど、リビング開けっぱにしてるからエアコンの風涼しいんで、ここなら意外にできるんじゃないかと思いまして、ここでやってみたいと思います。で一回ここでまたプラス30分だから3時半までやろうかな、3時半までここで頑張ってやって、その後にあっちの部屋でちょっと休憩しようかなと思います。よし、じゃあ3時半まで頑張ります。ね、みんなってさ、ルーズリーフってどんな感じでさ使ってるの？私数学はこうやってビーって半分に分けてやってるんだけど、どうやってやってる？みんな、なんか理科とか社会とかその問題文見て答えだけ書くって時は、私これね、あともう2本ここに線を追加するんだけど、どうやってみんなやってるかちょっと知りたくてですね、コメントで教えてください、お願いします。そして私はもうすぐ数学が終わりそうです。あとね、今書いてる問題を含めたらあと2問です。はい、今3時です。ということで数学終わりました。じゃあ続いて漢字をやろうと思うんですけど、漢字はちょっと暑いのであっちの部屋に行きます。もう本当にごめん、何回も移動しちゃって、まあ私が移動してるんだけど、数学は終わりです。まあ、また多分今後やるかもしれないけど、一旦終わりです。やったねー。はい、戻ってきました、ただいま明るいね、こっち明るいし涼しい。じゃあ今から漢字をやっていきます。青ペンでとりあえず課題の範囲の漢字を書きまくって覚えます。頑張りまする。はい、一応今の時刻が3時34分か3分ぐらいです。一旦終了。もうすぐバイトの準備をし始めないといけないので、着替えて髪結んでって感じで準備していこうと思います。ということで今日は本当にまったりな動画になってしまったんですけど、お許しくださいませ。またね、ちょっと夏休み中なんでこういう動画増えると思うんですけど、あとテスト近いし、申し訳ございません。でも勉強頑張りたいと思います。皆さんも夏休み明けテストある方は頑張りましょう。夏休み明けテスト終わっちゃえば、テストなくて次は文化祭だから、ちょっとね、それまでの辛抱ということで頑張りたいと思います。で、先ほども言ったんだけど、みんなの勉強方法を教えてほしいです。まあルーズリーフ派じゃない人もいると思う、ノート派とか。私は暗記系はこうしてて、
数学とかそっちの系統はこうやってやりようとか、ちょっとよく勉強方法教えてほしいみたいなコメント来るんですけど、多分私に聞かない方がいいと思う。私ね、参考にしたら多分もっと勉強できなくなっちゃうかもしれないので、逆に教えてください。お願いします。それでは休憩します。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。